これ何の今またハッピーニューイヤーイエーイイヤーイヤーさあということではいねちょっとお母さんもちょっと待って、ね、何お母さん顔つきすぎるから違うよお母さんちょっと前でねちょっと顔持つよありがとうさあこれはですね、はい、エリーズ工房1分劇場というおおそこに参加してるのってたとそうなんですよ参加してますイエーイ見てくれてますよね見てくれてるもう1分出すから終えていいんじゃないあこれはね関係ないんですよ、ね、あ関係ないの1分だろうがもう放送していきますよお母さんもちろん1分劇場ご覧になったことはあみやびちゃんだけありますくまえちゃん悲しいね嘘嘘嘘くまえちゃん悲しいねあれあれ2014年ね、うん頑張っていこうという時にあそれ何1分劇場のお決まり事悲しいね特にないですあ特にないの全然違うえお母さん、はいはい、2014年ね入りましたが、はいはい、入りましたねどうですかいやいや2014年ねなんかね今ただいま夜の2時なの夜中の夜中の2時カウントダウンライブすごいものでいつもライブやってるのがさ夕方とかさ、はいはい、9時までとか、はい、だからさその感覚でいいの今9時までって感じの感覚なのなるほど2時って感じがしなくて人間やればできるなって思ったなるほど右ほっぺにあるニキビをとりあえず直してもらってもいいですかお母さんこういうところで1分劇場なんですかそういうなんかこう肌荒れまでを指摘するというそうそうそうお母さんちょっとアップにさせていただきますいや肌も荒れるよ2時までやってればさあ現れました須藤のマーサですハードさん、近い。ハッピーニューイヤー。どこ撮ってんだ、ハッピーニューイヤー。多分すごい酔ってると思うよ、向こうの人ね、見てる人は。出ました、夏休み。やばい、やばい、やばい。皆さん、明けましておめでとうございます。あけおめ。じゃあ、なんでみやびちゃんと話してんねん。私が来た時のテンション違うじゃない。ちょっと待って、お母さん。みやびやー。みやみやみやびーんみやびーんさあモードの皆さんたった今ステージが終わったところですみやびちゃん今年も可愛いの始まってるね可愛いよ本当とても可愛いよいやもうイエーイということでねライブ奪われる奪い合わないでください奪い合わないでくださいライブがねやってください何これはレディースコーボ1分劇場です今ね多分ね6分くらいやってるもう大事で一分劇場だったね全然仲間に入るそう思ったよなんかここはこれはすげえ孤立してると思ってさあ皆さん2014年年越しライブ初めてやりましたがどうでしたかいや来年はできるならばやりたくないなって思いましたなそれはバカバカしてきました嘘嘘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 なんででもさ理由はね、うん、やっぱり私たちは2日からハロコンというものが始まるので、うん、頭の整理がつかなくなるから、うん、だからちょっとねこうテンパっちゃうのすごいやっぱちょっと頭が悪くてそうなっちゃいますよねそういうじゃないですかねえねえわかんなくなっちゃうわかんなくなっちゃうでもなんか思ったよりさ眠くならなくない眠くない思ったより眠くないいやカメラマンのちょっとこの人の顔アップにしてもらっていいですか目めっちゃ赤いですからちょっとジグザグアイドルとして失格ですねいや目薬塗らなきゃねハッカとかこの辺塗らなきゃねそうだねあやってやってあとでやろうよだって一分劇場で一分やろうよおもちにハッカを塗ろうのコーナーやりながら大丈夫だよはいよくないよよよさあということで皆さんこんな時間もう疲れさせないでよって思ってんねん彼女はほら見てちなみの顔私今締めたいんだけど分かります分かります後ろにいるくまえちゃんの気持ち考えたことあるくまえちゃん入って後ろにいる後ろにいるくまえちゃんの気持ち考えたない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 今から登場するさっき映ったからもう大丈夫なんだってばさあこんな感じで今日は和気あいあいと過ごしてきましたがお正月からのライブも頑張ってください応援してますおやすみやびおやすみやびおい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 寝ましたモテないアイドルが寝てますこの右頬にニキビを作ってるアイドルがやめてよ言わないでよ可愛いながここにもあったの昨日言わないでもう閉めるよじゃあ皆さん頑張って